としひろさん、ゆきさん、ありがとうございます。配信、きょんしんさん、おうちゃんさん、ありがとうございます。配信できる時間になる前に集合があって、パワスさん、ありがとう。大塚上島のカズさん、ありがとう。頭回ってないんじゃない、言おうとしたらギフトいただきて、なんか重なったんですよ。ギフト呼び漏れをなくそうと思って。レブニアさん、ダダダダムナさん、ありがとう。早起き偉すぎるね。それのパオシさん、お誕生日おめでとうございます。よっ、よいしょ。パオシさん、おめでとう。おめでとうございます。パパパパパ、きょうちゃんさん、ありがとう。おめでとう。寒かったね今日。今日何食べたの？いろいろ食べた。ダリゾウさん、ムキンさん、ありがとう。ポンポンポンタさん、ありがとう。ミチは移動で寝ないって言ったからだった。ミチは移動で寝ないって言ったから眠いだろうなって。なんで覚えてるんですか、すごい。福岡当たったから行けそう。福岡楽しみ、めっちゃありますもんね。打ち上げエンジンって感じ。広島行き降っとったよ。ベイマックス。もう寝る準備万端。うん、バタンとできます。ボブックスさん、ありがとう。デブニアさん、ありがとう。キヨ兄さん、ありがとう。キヨさん、ありがとう。拍手して。全然ないですね。足が今日は棒になりそうだった。縦揺れ。ビルマさん、ありがとう。深夜さん、ありがとう。前浜ね、平田くさん、ありがとう。頑張ります。もうすぐ誕生日ですね。やばいよね。え、今日17日だって。明日で。セリアさん、ヒロシさん、ありがとう。明日で大変よみんな。明日でティーンが終わっちゃう。グー。レブニアさん、ありがとう。前夜祭する、ほんと？何するんですか。キョンシーさんも、ヒカンダナーさん、ありがとう。やばいやばい、ラスティーン、ラスティーン。おー、20歳になりたて、ほやほやに行きますね。何に？ゲームさん、ありがとう。私はきっと お酒を飲んで配信はしないです。飲んだ後とかも多分。
こんなんだと思う、なんかうとーって。寝たらでももったいないな。ねえ。それがいいんですか？オール。いつ？飲んだ後のカラオケの楽しさやばい。自分ね、普通だとねノリノリになれんけね。10代でやり残したことない、まだ間に合うぞ。10代でやり残したこと、なんだろう。大崎上島の和さん、大地さんありがとう、大地の長さんありがとう。10代でやり残したことは第2ボタンをもらうこと。もらってみたかった。なんかもう卒業式です、全く今までの人生に関係ないけど先輩の卒業式がありまして、なんかなんて言ったら憧れの人みたいな人に、あ、もう会えなくなるって言って、ででも行けないチキンで古風で、ちょうど第二ボタンだけ余ってたみたいな。絶対ないけど、ボタンは全部ないやだって。わお。全部ないなんてすごくない？なんで？ミッサーあげたことはある。中学校の時でも女子と、なんか中学校の時女子と交換みたいなのしてから、でも高校の合格発表をで中学校に行かんといけんくて、友達、あ、私ないわ、私女子と交換してないわ。友達と交換してしとる子がおって、合格発表でなんかどうしようボタンがついてないみたいななっててる人はいた気がする。いや、交換したっけな自分、ちょっと覚えてないや。未知の世代は名札交換とかしてた。自分の名札が好きだったけん交換してない。家にまだありますよ、自分の名札が好きだった。学生時代、私と共に過ごしてもし、全然暗かったから、暗くもないけど静かな人だったから。心臓に一番近いから何もあげるね。でももらわれたかったな。寄せ書きはした、小学校も寄せ書きした。小学校は ランドセルに寄せ書きして、中学校高校は卒業アルバム。いや中学校は違う、中学校は何にしたんじゃろ、高校は卒業アルバム。
パジャマの第二ボタンちょうだい。まあパジャマボタンついてないタイプなんですよ。すまんね。ランドセルに寄せ書きしたやん。もう中だったかな、でも外だったかな。半番こう。のんちゃんにチョコもらってない。会ってないよのんちゃんに。ランドセルはピンク寄りの、まあ、赤寄りのピンク、ショッキングピンクチックなピンクだったんですけど、私のランドセルは大阪で買った気がする。ギータよりもちょっとピンク寄りのピンク。高校はブレザーだったからネクタイピンあげた。ネクタイピンってこれだっけ。ネクタイピン自分中学も高校も待って、あれもうやばい、記憶が全然ないわ中学のどうしよう。古畑奈々ちゃんがパイロットの制服着た写真あげてた。私それいいねした、かっこよくて。お、直樹さんお誕生日おめでとう。よっよいしょ。直樹さんおめでとう。おめでとうございます。どうしよう、皆さんなんかラストティーンの時にさ、あーこれしとけばよかったって思ったことありますか。ガチアザスガチアザス。何歳何歳、いっぱいあるっす。何教えといて、あと明日でやろうかと思うから。コメラン全員大好き、チューチューチュー。うわーみんなチューされてるよ。彼女欲しかった、あら胴上げしてもらうの忘れた、あら。海外行きたかった、あータイ行った子は子はシルバーリングあげたよ19歳の子に。シルバーリングって何、普通にシルバーのリングですか。酒の限界覚えとけばよかった。ダメよ10代は、10代のうちはダメよ。第2ボタンとか聞くと若返った気がする。おお、よかったね、今日いっぱい聞いたじゃん10代のうちはお酒はノーノー、ダメですよ。モキちゃん舞台稽古初日は隅っこにしかいなかったって言ってた。私もそうだったよ、もうねぺっちゃんこの体育座りしてました。だけどあんなに仲良くなれました。最後にはマジで20になった瞬間から時間経つの早い。でもそれってあれじゃん、なんか生活に慣れてるからっていうかでしょ。だから毎日毎日新しい気持ちで毎日を挑めばいいんですよ。おでんでんでんデラックスありがとう。10代最後のブログみたい。10代最後のブログね、書くことないけどな、10代の締めくくりとかは、まあ、あると思うけれども、その発想本当に、ああ毎日新しい気持ち。全然20歳になって実感ないからずっと10代。良きねー。レヴニアさんありがとう。日の一日は長いの。今日は長かった。ブログの日にブログ書くって言ってたよな。ブログ書こうかなーって言ってたら、
なんか夜のショールームで、あ、書いてないやばいって言ったら、書こうかなっていう書き方だったから書いてなくても大丈夫だよって皆さんが言ってくださったんですよ。ブログの日にブログを書こうっていう気持ちじゃダメよね、やっぱ。あ、ブログを書きたい、これはブログに書きたいぞって思った時に書くのがブログだよって思った。自分で言ったくせに。ねえ、赤い今日変なの、自分の顔もう嫌や。今日ちょっと変、赤い。なんかでも2日間、今日はでも移動の車でたくさん寝れたので大丈夫なんですけど、昨日とか今日で夜は、そう、さっきお風呂使っとったらめっちゃのぼせてね、上がったらね、ここら辺まで視界が真っ暗になった。大変大変。いきます。13位セリアさん、12位クロニャンコさん、11位ケニーさん、10位オフさん、9位キミさん、8位マサジさん、7位マブルンさん、6位ダダダダムノさん、5位シティリバーさん、4位ギルスさん、3位私のボタンあげたかったねユキさん、2位坪井祐介さん、そして1位はドゥルルンデデン東京東京許可局局長、ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はドゥルルルンデデンヨッシーさん、デンキュー。10代最後の道スクショしとこ、まだなんで明日ですよ。10代最後は明日です。やばい、どうするどうする、ラストティーンよ、どうしよう、悲しい、残酷、あーやばい。引き止めて。いやでも20歳にもなりたいんだよね。バイバイ。よく寝てください。またねー。